ほう、またエインフェリアを増やしたか。世界の救済とやらは順調か。貴様に答える必要はない。切られたくなければ今すぐそれを渡せ。貴様まだ神の操り人形を続けるつもりか。続けるならば殺さねば。何をしているんだいフィルド。司法を回収したら戻れと言ったはずだよ。申し訳ございません。まあいいや、ようやく会えたねバルキリーずっと前からお前に会いたかったよ。お前たちと争うつもりはないよ。いずれお前は我のものになるのだから。貴様は何だ、何を企んでいる。いや、何も企んでいないよ。我はただオーディンのくだらない計画のために働く哀れなバルキリーの顔を見に来ただけさ。オーディン様は世界を救おうとしておられるのだ。邪魔をするつもりなら貴様らも。勇ましいことだ。はあ、でもね、オーディンがどうやって世界を救うつもりかお前は知ってるのかい。どうやって。そーら、何も知らないだろう。かわいそうにね。お前は自分が命令に従うだけの駒だっていうことに気づいてもいないの。ああ、そろそろ時間だ。そいつらの始末は任せるよ。また会おう、愚かでかわいいバルキリー。やつの言葉の意味、よく考えるがいい。待て！落ち着け。今はあいつらを追っている場合じゃない。司法に引き寄せられた魔物に囲まれているぞ。何かが現れるぞ。気をつけろ。ふう、また会えたね、バルキリー。フェンリル。そう睨むなよ。お前の疑念に答えを与えてやろうとこうして連れてきてやったのに。なぜそれを。オーディンの目もここまでは届かないよ。安心するがいい。まずはそうだね、お前もエインフェリアと同じ元はただの人間だ。オーディンは人間をもとに専属の救治人を作り出すのさ。より多くの魂を食らうためにね。魂を喰らうだと。そうさ、我々神にとって魂とは盾そのもの。下級神族が集めた魂を上位の神族が徴収し力を得る、大昔からの決まり事さ。オーディン様は世界の救済を目指されています。そのために力を取り戻す必要があったのでは。世界の救済など出任せに決まっている。力を失い玉座を奪われることを何よりも恐れているだけさ。出任せを言っているのは貴様だ。ならばなぜ味方であるお前を欺く。己の地位を守るためなら世界すら犠牲にする。それが奴の本性さ。黙れ。
我を黙らせたければその手にあるものを使うがいいよ。お前が果たして何になるか楽しみだ。どうする、ヴァルキリー。深海へ戻る。フェンリルに逃げられたと報告しなければ。我が冥界へようこそ、ヴァルキリー。何を求めてここまで来たんだい。フェンリルよ、教えてくれ。オーディン様は一体何をしようとしているのだ。これは傑作だ。我を頼るというのかい。まあそうだね、我の配下になると誓うなら教えてやってもいいよ。なぜ聞かない。グレイプニル、嫌なことを思い出させてくれるね。我に同じ手が通用すると思っていたのかい。黙ってオーディンを裏切ればいいもの。もういい、名残りをして中身を作り変えてやる。歪みした魔神、今解き放たん。思うままに戦うわ、クリス。裏切り者！
ヒルド、なぜここに。恐ろしいね。そやつは初めから我を裏切るつもりだったんだよ。なぜ気づいた。策を練るならもっと慎重にするのだったね。何をした。そやつが裏切った時に備え前から仕掛けを施しておいたんだよ。やめ、ヒルド。ヒルド。そうやつにもう意志はない。操り人間だ。バルキリー領主。存分に殺し合うがいい。バルキリー、バルキリーを殺す。その。死んだのか。あっけない。最後まで役立たずだったね。フェンリル、貴様はここで私が撃つ。その運命に終止符を打つ。
私たちを見くびったのフェンリルよ。貴様の命運もここまでだ。待て、話してやる。お前が死んではっていたオーディンの真意を。オーディンの言う世界救済とは、この世界を捨てて新たな世界へ移行することだよ。この世界の全てが一度無に帰るんだ。それが世界の救済だと。この世界を救いたいと願うならば、やることは一つ、オーディンを殺せ。分かった。だがもし私がオーディン様に反旗を翻すとして、貴様を生かしておく理由があるのか。この世界の維持には純粋な親族が必要なんだよ。それも今や我とオーディンのみ。共に滅べば世界も滅ぶ。さあ選ぶがいい。お前はその手で何を作るんだい。今の言葉全てが嘘だとは言い切れない。貴様の言う通り、オーディン様は隠し事をなさっている。いいね、賢い子だ。それじゃあ。だがそのにじみ出る悪念、貴様にこの世界を委ねられるとも到底思えない。ほう、だったらお前が世界を支配するとでも言うのかい。私にそのような器はない。だが貴様を倒す力はある。この世界を治める方はオーディン様ただ一人。フェンリルよ、世界の救済のためだ。貴様には消えてもらおう。消えてもらおうだと。バルキリーごときが舐めた口を。この我がここまで骨を折ってやったっていうのに、オーディンに尻尾を振り続けるっていうのかい。どうしてどいつもこいつも。クソクソクソ、みんなまとめて八つ裂きにしてやるよ。一体何が起こっている。これがフェンリルの本性なのか。さあ泣きわめき、もらえる声を聞かせてみせろ。来るぞ、構えろ。好都合だ。召喚の要素は効果が高い。やつは指針としての地位を守りたいがためだけに我を封印した。我を貶めれず、正当な理由もなく獅子を拘束して自由を奪い去った。あの時はもう少しだったんだ。あと一歩のところで首を食いちぎれたのに。あいつは拘束で卑怯で生き抜かなかった。己の劣勢を悟った瞬間、全てを投げ打って逃げ出した。憎い。我から全てを奪ったオーディンが憎い。そうだ、我にも復讐する権利がある。ね、
座法バルキリーも聖祭の闇よりここに転入せよ。死ぬオーディン様、深海を離れてよろしかったのですか。お前のおかげで完全に力を取り戻せた。期待通りの働きをしてくれたな。よくやった。身に余るお言葉です。フェンリルが滅び、最後の障害は取り払われた。さあ、司法を使い、世界の救済をここに始めよう。オーディン様、その前に一つお聞きしたいことがございます。オーディン様のおっしゃる世界救済とは。フェンリルが話したことは真実だ。しかしそれは私の野望ではなく、主神としての使命、言うなれば世界の定めなのだ。世界の定め。世界の支柱であるユグドラシルには寿命がある。その寿命を尽きるとき、世界は滅び、生まれ変わる。そうして世界はこれまでも幾度となく崩壊と再生を繰り返してきた。この世界は必ず滅びるということなのですか。そうだ。これこそがラグナロク。世界を救うには新しき世界を作るほかはない。そんな。浮かない顔だな、バルキリー。世界は救済されるのだぞ。はい、きっと多くの者が新しき世界を望むでしょう。バルキリー、よせ。本人が決めたことだ。物事には必ず表と裏が存在します。主が信じて決めたことであれば、
私たちは従うだけです。より多くの人が救われる道をお選びになったのでしょう。バルキリー様はお優しい方ですから。優しいわけではない。私はただ世界の存続を望むだけだ。全ての司法が揃った。これより世界移行の儀を行う。ブラズニルが起動したのだ。幕引きか。力の限りを尽くしたが、残念だ。バルキリー様、死してなお己の性を振り返れるとは思いませんでした。こんなお別れは残念ですが、あなた様に救っていただいたこと忘れません。主よ、私をお選びいただきありがとうございました。共に過ごした日々は忘れません。あなたのおかげでもう一度生きることができました。このご恩を返すまではと思いましたが、もう時間が。生前の悔いは一かけらも残っていない。それでも共に戦いたいと思うのだから欲深いものだな。エインフェリアとしてあなたの力になれて幸いだ。またどこかで会えるといいな。フェリアたちよ、ここまでよく付き従ってくれた。ありがとう。待っていてくれ。もうすぐ同じ場所へ行く。これで私も。時にヴァルキリーよ、喜ぶがよい。お前の威勲を認め、次の世界へと引き継いでやろう。私だけを。無論だ。ありがとうございます、オーディン様。さあ、ここに世界の救済はなった。いざ新しき世界へ。